があったっぽくて、ね、大丈夫なのかなっていうちょっと不安もありつつあったりするんですけど、皆さんちょっと安全を第一に見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでイベント最終日ついに始まりました。やばいね、これはやばいです。ドキドキしてる。今でも1位なんよ。一瞬胸元開きすぎに見えました。なんかさ、私結構肌の色が暗めだからさ、この服着てると全裸みたいちょっとね、でもこの服ね、暖かくていいんですよね。今日寒かったから高いのにちょっとな感じ。ちょっとリップ塗りたいな。リップそこなかったかな。ちょっとリップ塗ってきて、ここにリップがある。奥行きがね、意外と遠い。ある遠い。緊張するドキドキしてて、なんか落ち着かなくて、ちょっとどうしたらいいか分かんない。やばい、緊張してきた。いやもうなんかこの親指の取れ具合見てほしい。緊張でもうひび入った。緊張だよ、緊張でひび入ったんだからね。そうそうしてるよ、どうしたらいいって感じ。広いんだね。だってでしょ、意外と広いの。何畳とか言っちゃダメなんかな、やめとこ。でも3はあるえ、黒フェス出演決まったって。やばい、ちょっと待って、ちょっと知らないよ。やばい、ニキラジ始まっちゃった、ごめんなさい。ニキラジとニキラジ、そしてカジシマショールーム配信中。みんな、あ、本当だ。え、すごい。てかメンツやばいこの第6弾に発表されてるメンツがめちゃめちゃやばすぎて、ちょっとやばい、これやばい。はーい、ハート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 、嬉しい。ちょっと待って、いろいろ、え、今なんかまーちゃんにフォローされたんだけど、ツイッター。いやどうした、私フォロー一回されたんかな。まーちゃん、まーちゃん、まーちゃん、一回間違えてたのかな、まーちゃん。やばい、ドキドキする。あー、ちょっと、酒井さんだるまありがとうございます。お寿司だるまありがとうございます。コムさんだるまありがとうございます。酒井さんありがとうございます。コムさんありがとうございます。マー君、ありがとうございます。エイミーさん、桜餅ありがとうございます。さっきさ、なんかめっちゃくれてる人いたよね。ちょっと待って、私完全に見えた気がする。いた、コマさんだ。コマさんありがとうございます。コマさん、コマさんが桜餅いただきました。ありがとうございます。
メガネメガネメガネさんありがとうございます。お越しいただきましたありがとうございます。いやこれぜひ目覚ましにしてほしい。皆さんのおかげでとても楽しい一日を過ごしております。ありがとうございます。たくさんの方がギフトくださってます。ありがとうございます。くまさん、酒井さん、ふんそしんさんありがとうございます。酒井さん、こそしんさん、くまさん、おいさんありがとうございます。こさんありがとうございます。じいさんありがとうございます。じいさんがめちゃくれてます。ありがとうございます。家事がグランピングしたらまたどう一人になっちゃう。でもね、グランピングしたらね、グランピングの時もね配信してるからね、あんまりね遠い人にならないと思う。インミーさんありがとうございます。トシ君ありがとうございます。インミー君、コバさん、ロイさん、坂井さん、インミーさんありがとうございます。星野さんありがとうございます。いやありがとう、本当になんかこれじゃ思いが伝わらないことに気づいた今。いや本当だよね、日記な自動実況ねめちゃめちゃ難しいと思う。ごめんなさい、確かありがとう。私もねグランピングは何もしたことないのよ。ほどちんさん、ほどちんさんめっちゃくれてありがとうございます。ほどちんさんありがとうございます。おじろくありがとうございます。ありがとう。え、こういう時ってさ、なんか家事に何の話してほしいとかある？え、やばい、ちょっと私こういう時なんてテンパっちゃって全然何も喋らなくてごめん。じゃバラバラパパパラパパラ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 パンパン、ダラダラダラダダ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 ダ。グランピングで言いたいことだって、え、緊張、チャン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 、ウォンウォンウォン。なんかグランピング行っておっきいベッドがあってダイブしたい、バーンって行きたいですね。ヤミちゃんとどっちがダイブしたい、バウンドでどれだけ上がれるかっていう選手権とかやりたいなと思います。あとはなんか焚き火でマイムマイムやりたいですね。なんかアミちゃんと2人でマイムマイムっていうの、それがいいと思います。めちゃくちゃ素敵だよね。私めっちゃいいなと思います。あとはですね、そうですね、そうですね、火起こしでもめちゃめちゃ火起こし、なんか木くずからすごいやりたいな。めちゃめちゃ面白いなと思います。本当にグランピングでしょ。あとグランピング、あと狩りがしたい。狩りそこにいる動物を狩りしてやきたいなと思います。高井さんすごい勢いが。ありがとうね、めっちゃもらいました。なんか後でいっぱいあの家事からの愛を綴らせたメッセージ、めっちゃ重い、もうとんでもなく重みたいな、家事の愛重みたいなメッセージ送らせてください。お願いします。いや酒井さんやばいな、なんかもうすごいやん、花咲かじいさんみたいな。グランピングなしなしにしよう。グランピングなしなし、グランピングなしなし、8時に寝る、朝もバーベキュー、すごい早いな、やばい、ちょっとなんかもう私すごいあのこんな感じになっちゃう、 こんなちょっと待って、おおくない、どんな動物を狩るんですかって、うさぎ、トングの取り合い、正座で待機、やばい、本当に多くて見えない、ずっとこうなってしまう、うん、ありがとうサトチ、もううちは頑張って目に入ったものを頑張って読むから、お風呂あるのって分かんない。
そういえば忘れば分かんない。じゃあ銭湯一緒に温泉行ってから行くかな。温泉行ってから行く、じゃあ朝温泉行くか。私の目がおかしくなってもドラブカンブロって熱そう。ウサギの肉ジビエセット、え、露天風呂あるじゃないっけ。え、ちょっと露天風呂あるの、ごめん。アミタンと露天風呂、露天風呂配信はちょっとできなそうだからごめんね。私の感想だけちょっと。あいちゃんこんばんは、あいちゃんこんばんは、ですこんばんは、読みます。え、うちちょっとどうしたらいい、やばい、ちょっと緊張してきた。あぶー、ジビエ、ジビエなのかな、イノシシは食べるよ。サーカイさんありがとうございます、すごい、マシャボルチャボルチャボルチャ、ね、ごめん本当に私みんなの読めてない気がする。チーズさんターボー、ホウジロウ、ホウジロウ、ホウジロウ、トシキッチ、トシキッチありがとう、ターボー、ムサシ、ムサシありがとうね、本当にありがとうね。露天風呂、私温泉お風呂一緒に入ったことあるのまーちゃんぐらいです。え、温泉あるの、モッコ、え、モッコ呼ぼうとなってる、まだモッコ呼ぼうとなってる、ちょっと待って、あった、やばい、ラウンジもある、バーベキューコーナー、サウナもある、サウナあるんだけど、露天風呂、やばい、お風呂ある、水遊び場がある、え、キックボードあるんだけど、あ、ハミちゃん、ミニジープがあるよ、ミニジープ、ちょっと見て、クルーザーがある、クルーザー、ハミちゃんクルーザー乗ろうよ。あ、でもキックボードもあるよ、キックボードにしようよ、あみちゃん、キックボードで公園を散歩。あ、ダメだ、原付免許必見だって、ダメだ、うちしか乗れないやダメだった。あれ、でもこれ運転って一人、な、一人乗りじゃん、ダメじゃん、あみちゃんダメだ、普通免許がないと無理だから、うちだけだ、キックボードってこれダメなんだ。登っていただきます、原付免許必須、あみちゃん6月までに原付の免許取ってきて、やばいねえねえ、すごいね、みんなちょっと大丈夫かな、そう、別料金別料金、外さんありがとう、チージさん、酒井さん、マッサーマッサン電動だからだね、そうだね、アクティビティあるけど、ハミちゃんが原付、あーみーちゃんあれだから持ってないんで、露天風呂だね、露天風呂だね、でも散歩できそうだね、二人で、結構畳のお部屋でゆっくりできるって、それもできる、アメニティ類もあるって、バーベキュー、タンク楽しそう、バーベキューコーナーがあるから、でもバーベキューコーナーってもしかしたらさ撮影できないかな、今更ながら、宿泊用ドームのみかもしれないね、今更ながら、いろんな方がいらっしゃるところだってちょっと撮影できないかもしれない、
温泉楽しそうだな。ちょっと他の方が映っちゃうところはちょっと厳しいんだけど、周辺観光ちょっと読めますね。楽しい観光スポットがたくさん、公園、駐車場、散策道整備されております。車で10分だって。やっぱレンタカーの方がいいかなね。もしかしたらレンタカーで行くのありかもしれない。普通に ありですよ。これは川、絶景スポット、滝、山頂、マチュピチュ、山ある、あの城の跡、城、城の跡って なんて読むんだろう。これはグルメスポット、とってもいいじゃん。待って、遊園地あるよ。遊園地あるわ。読めないけど、えな、読めないけど遊園地ある。何ワンダーランドって読むんだろう。うちちょっとジェットコースター無理なんだよね。これなんて読むんだろう。エナキョウって読むんだ。エナキョウワンダーランドっていうのがある。楽しそう。バーベキューできるよ。バーベキューするんだよな。そうです。でもアトラクション、あ、ジェットコースター怖いな、怖いな。宝探しあるな。バズカホ、わあ楽しそう。ちっちゃな湯、ちっちゃなっていうかちっちゃい子向けかな。でもこっちもいいのかな、行って。遊園地ある、レンタカーだなこれ。レンタカーだな、そっちの方が良さそう。近くでも楽しそうなんだけど。星神の森、人もいるかもね。そうね、予約取れるかな。一日の過ごし方っていうのかな。グランピング、アクティビティ12時から17時だから、これはだからアミちゃんができないからダメ。チェックイン15時、17時からバーベキュー、キャンプファイヤー、花火やっていいって。手持ち花火持ってく、シャワー、リラックスタイム、就寝、あれ露天風呂はお風呂どこ。楽しそう、めちゃめちゃ楽しそうです。待って、これわかんないな。え、とっても楽しそう。バーベキューどんな感じなんだろう。テントサウナ、露天風呂、露天風呂と とサウナセットで4400円だ。それは払います、ちゃんと払います。お部屋っていう感じ。え、お部屋めっちゃいいよ、ちょっと見て、やばいって。ごめんね、うちが勝手に。マークありがとう。やばいって、めちゃめちゃやばい。こういうのもあります。和洋室もあります。これもすごいね。してどっちでもいいね。もう Wi-Fi あるし、ヘアドライヤー、スピーカー、プレミ、スピーカー付きプラネタリウム、
コテージ情報がバーベキューがあるのか、外でバーベキューができると、そういう感じか。どっちでもいいね、素敵ね。めっちゃ素敵。雨でも大丈夫かな。やばい、もう楽しみ。なんかじゃあドライブはありかな。ちょっとレンタカー屋さん調べていい？中津川、中津川、中津川からレンタカーの方がいいのかな。いやごめんね、私めっちゃ浮かれてるわ今。いやめちゃめちゃ油断してない？ちょっと本当に不安。え、あるね、トヨタがあるわ。トヨタが、トヨタありがとう、トヨタありがとう。レンタカーだな、レンタカーにする。観光してから行くのがありかな。それがいい気がする。やばい、わかんない、ちょっともう楽しい、もう楽しい。ちょっと待って、早いって楽しんでんのが。よいしょ、やばい。レンタカーっていくらなんだろうっていう。おお、じゃ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 、いい感じじゃん。めっちゃ軽自動車がいい。無理か、軽自動車でも一楽なんだよね私が。あ、ちょうどいい。めっちゃ何でもいいんだけど、車はレンタカーだと、なレンタカーじゃ、軽自動車だとなおありがたいっていう。まあいいや、何でも。軽自動車あった、ありがたい。なるほどね、オッケー、予約していこう。うわ本当に素敵。予定立てていい？簡単に予定立てさせてね、お願い。もう私妄想で止まらないの。予定立てていい？何時に、12時ぐらいに、てか15時にチェックインをした方がいいってことかった。15時にチェックインして、でも露天風呂って何時までやってるのかちょっと見ていい？ごめんなさい。ちょっと間違いないよねっていう、間違いない。ちょっと待って、温泉は何時までやってる？露天風呂、星が味噌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 、露天風呂。うわ、めっちゃ最高だね。その露天風呂について気になる。入れるかちょっと分かんないけどね、そこはちょっと分かんないんだけど。まあ、めっちゃ幸せじゃん本当に。いやまだ分かんないですけどね。すいません本当に。ということで、すいません、ね、興奮してしまいましたが、ただいまイベント参加中ということで。なんかやばくない？ちょっと待って、
差が出てるな、差が出てるなってか差がついてるな。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。ちょっとレンタカーの話は別にいいや、一回も置いといて。逆に15時に着くようにしたら次の日。どうしたらいいんだろう。絶対分かんない全然分かんない予定立てたことない、分かんない。そうやんな。ありがとうみんな本当に。ただ家事が浮かれてるだけになってきてる。でもちゃんとちゃんと本当に家事で本当に頑張りたい。ありがとうございます。いや緊張してきた、はあ、どうしよう。長期滞在はちょっとできないな一泊だな多分。そうなんだよ。怖い。いや本当に怖い。30分なっちゃった。そうだよ、ちなつの方のところの方だったんだよ。一応ね調べてあるね。そういうところは、そういうところは調べるっていう。熊太郎さん、マー君、コマさん、熊太郎さん、マー君、コマさん、マー君、トシ君、熊太郎さん、マー君、なんかリズムゲームみたい。ホドチンさん、やばい、あー読めなくなった。あ、キョウちゃん、メガネメガネメガネさん、メガネメガネメガネさん、うわありがとう。クマさん、クマさんだって、クマ太郎さん、やばい。あ、熊太郎さん、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。とってもとってもありがとうございます。本当にいい感謝の気持ちでいっぱいです。いやどうしよう、これ怖い。あ、またアイドル、おー、でもなんか2000人見てる。どうしたらいいかな私。なんかみんななんか楽しくなるようなことないかな。やばい、緊張してきた。あかん、あかんちょっと偵察行ってきていいですか、2位の方のところに。先生、そんななんか偵察に行ってきていいですかっていう。あかん、偵察に、めちゃめちゃ偵察に行ってしまった。見に行っちゃった、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 見に行っちゃったよ。あ、また見ちゃった、見に行っちゃった、見に行っちゃった、あ、見に行っちゃった、見に行っちゃった。すいません、すいません、見に行っちゃいました。大阪ちゃん、さっきキムチ食べたからなんかキムチの匂いがする。マー君、マー君、おそじんさん、マー君、マー君、おいさん、おそじんさん、おそじんさん、ちょっと読み上げてみて、おそじんさん、おいさん、
おじさん、おじさん、クマさん、おじさん、おじさん、あるさん、あるさん。じゃ、私がみんなのコールをするって言うんですよ。あるさん、ある、あるちゃん、あるちゃん、かいや、かいや、ほいちん、ほいちんかいや、はるくんかいや、かいや、えいみかいや、かいや、えいみかいや、ほいちんかいや、ひらくんかいや、ひらくん、はるくんかいや、かいや、ほうそう、ほうちんさん、ほうじろう、ナマステショー、お、俺のナマステショー、はるくんなんかすごい一気に来たんだけど、読めなくなってきた。おぉ、もういけるよ、そう、かわいいよ、ほしさん、かわいいよ、ライムくん、ライム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 、かい、かわいいよ、かわさん、かわさん、ゴー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 、かわさん、ひかすくん、ありがとう。ひかすくん、ひかすくん、ひかすくん、ひゃー、ひかすくん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 。うみちゃん、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 うみちゃん。ガム、ガム、ガム。よさこんすけ、よさこんすけ、よさこんすけ。ミカド、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 ソトさん、ソトさん。ソトさん、ヨサコスケ、ヨサコスケ、ヨサコスケ、ほう、はぁ、はぁ、しろ、はぁ、はぁ、呼んでみました。ちょっとコール的なコール的な感じで、DD 感すごくてごめんね。やばい、こんなに来てどうしよう。チロくん、チロくん、大丈夫かなこの配信。すごく不安になってきた。大丈夫かな。やばい、ルーン間違えたかなってきてるわ。え、間違えてない。なんかわかんないけど、みんながちょっと面白いなって思う、でなんかあれするわ、絵描き歌。でん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  M でんでんでん U でんでんでんのでん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 滑りたいでん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 マッチ棒タタタタタマッチ棒テテテテテマッチ棒タタタタタマッチ棒タタタタタタマッチ棒タタタタタタマッチ棒よくできました。あや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 ってて、あ、すごい、誰かが、え、ちょっとこのミラーボールどうなった。ジージさんじゃない。じゃあここにジージさんって書いとく。イエーイ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 。ありがとうございます。ありがとう、じいじさん。なんだ、おそらちゃんだ。ありがとう。どうですか、私の。グラブリみたい。確かに。私の自画像でした。マッチ棒。もう一回描こうか。あ、ちょっとめちゃめちゃミラーボール来てるから、もう一回描くね。でーん、てーん。
タンタン M タタンタタンタンタン U タタンタタンタタンタンのタンタンタタンタン滑りたいタンタタンタンタンマッチ棒タタタンタタンタンマッチ棒タンタタンタンマッチ棒タンタタンタタンマッチ棒タンタタンタンマッチ棒タンタタンタンマッチ棒はいできました。あや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 よくできました。はい、完成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 できました。はい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 、あと15秒残ってるけど間に合わないから歌うよ。ラン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 、あ、ありがとうございます。ちいさんのおかげで2回もマッチ棒を書かせていただき、マッチ棒を書かせていただいて、ちょっと絵描き歌、自画像の自画像の絵描き歌をすることができました。本当にありがとうございます。もうミラボール大丈夫です。ありがとうございます。ありがとう。本当にうちもちょっと面白いなって、面白くはないんだけど、なんか何やってんだろうって思ってきちゃった。いや本当にしんどいって、いやマジしんどいって、本当お腹痛い。お腹痛くなってきた。ありがとう本当に。マッチ棒がグッズになるかもしれない。あ、武田もくんありがとうございます。すまぜん、すまぜん、ありがとうね、本当に。みんなのおかげ。お腹痛い。もうやだ、ちこ歌いたくない。すごく歌いたくないです。もう歌いたくない気がする。なんかすごい嫌だった。自分でやってきながら。Hello, I'm from Indonesia. I'm from Japanese.ラディッシュ。マークありがとうございます。ありがとう、すごく。あ、みすみくんだ、ありがとうございます。ありがとね。漢字が音程を外すのは動揺が激しいからメモメモ。あ、ホスチンさんタコチンいただきました。タコチュチュありがとう。タコチュなんだなんだなんだタコチュありがとう。嬉しいです。いやもうお腹痛い、もうお腹痛くないけどお腹痛い。いやありがとうね、本当にありがとう。マークありがとうございます。何したらいいんだろう、どうしたらいいんだろう。武蔵さんありがとうございました。生まれていただきました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。おいちゃん、マークありがとう。マーク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 桜舞い散る中に時のこと、わー、いろんな人来てる。コマさんだ、桜舞い散るコマさん、ありがとうございます。ありがとう。今日のマークはマッチ棒の中で、そうです、マッチ棒ダンダンダダン。やばい、やめよう、本当に恥ずかしくてきた。いろんな人初訪問、みんな板を押してくださいね。いや、嘘ですね。もうほんとガバガバです。私のドアは鍵開いてます。ありがとうございます。ありがとう。 FNS 歌謡祭ちょっと寝てた、ちょっと寝てました。外さんだるまありがとうございますね。 FNS 歌謡祭でもね、あれしてるよ、あの録画してる。 ありがとう。毎日いっちゃうって、ダメダメダメだ、名前つらないで。ありがとう。ヤマケン初見じゃないでしょ。マー君ありがとう。ソウさんありがとう。ありがとう、ありがとう。トントコトントントコトントントン。おうちゃんありがとう。
ありがとう、本当に。ううう、泣いちゃう。やばい、あと15分じゃん。トイレ行ってる、こっち行ってやって。ケコチコーン。NHK のみんなの歌狙いそう、マッチ棒。なんだなんだな、マッチ棒。これなんかマッチ棒だけ言うんだったらいいんだけど、なんか絵描き歌してるとめっちゃ恥ずかしい。自分の顔描いてるのなんて。大城さん、ありがとうございます。大城さん、あ、メガネメガネメガネさんありがとうございます。すっごい見てんじゃん、ちょっとどうしよう。めちゃめちゃ見られてる。言葉になんかできない気持ちを綴ってみる。マッチ棒 MU マッチ棒。やばい、めっちゃ見られてる。やばいやばいやばい、ちょっと一回ツイートしますね。アリカチュウになってた。アリガだ、ありがとうって言おうと思った。アリカチュウってなんか場所みたいな名前になっちゃったな。めちゃくちゃ間違えた。普通にごじった。リアル視聴も1004人見てるって。ええ、どこで見れんのリアル視聴って。それ知らないんだけど、リアル視聴ってどこから見れんの。すごいやん、知りたい。1000人見てんの、やばいじゃん。じゃあちょっと ZEP 東京でライブしよう今から。埋まる埋まる。すごいやん、すっごい見てんじゃん。アリーナーセイ、二階席セイ、君と出会えた奇跡セイ、君と僕の心はつながってるよ。センキュー。ライブしてる感じになる。じゃあ1曲目聴いてください。ラン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  M ラン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  U ラン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 のラン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  ランスベリダイラン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 マッチ棒ラン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 マッチ棒ラララララ、マッチ棒ラララララ、マッチ棒ラララララララ、マッチ棒ラララララララ、マッチ棒できました。あ、いや、ララ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 ラ、ここサビだから、ここサビ、ラララララせいララ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 ラです。やばい、ほんとにすいません。なんかジジさんがすごいミラーボールもらっていいのかな。もうこう謝りたいもん、もらったことに対してすいませんみたいな、ほんとに申し訳ない気持ちになった。私はすいません、本当にすいません、すいませんって感じ。ありがとうね、本当に。やばい、めちゃめちゃ時間余ってるから、もう一回かけるわ。どうしよう、もう一回はきついな、もうやりたくないもん。やだ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 、ラン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  M ラン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 ラララ U ラン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 のララ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 滑り台、滑り台はローマ人の大文字だから滑り台、ララララララマッチ棒、ララララララマッチ棒、ラン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 
マッチ棒ラルモモアイゾモアイゾラララララマッチ棒ラララララララマッチ棒ラララララマッチ棒ネッキマジタイヤアイヤ先生ラララここサビだからララ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 ラ、よしできた、終わり終わり恥ずかしい、もうやりたくない本当に本当にやだ、もう壊れてきちゃったね、みよみよなんか何したらいいか分かんなくて、ごめんごめん、だって私がさ今1位ってなってさ、いろんな人がさ1000人ぐらい見てる中でさ、私自分の自画像を歌ってんだよ、1065人の人の前で私自画像を描いてラーララって言ってるだけ、ラーララって言ってるだけで1位にいていいのかなって思ってる人、うちは本気で本気でこのイベントで1位になってアップ2期の PR とこのギフクのグランピングを盛り上げたいって思ってるんですよ、本気で思ってるんです、本気で思ってるんですよ、本気で思ってるんですけど、私はラーレラーって言いながらこの自画像を描いてラーラー、でもサビなの、あそこラー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 ってこう大合唱するのがサビなのよ、だからすいません、マッチ棒面白いって言われちゃった、ごめんなさい、なんか私の自画像をやってみたんですけど、よかったら一緒に描いてください、はい、流行らせてられたらいいな、はい、やばいやばい、ミラーボール来ちゃった、つらい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 、ミラーボール来ちゃった、もうミラーボール来ちゃった、もうつらいつらいつらいな、ラン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 、あ、色変えてみるか、ララララララ、赤にしてみよう、ララララララ、 M ララ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 、 U ランラランラララの、ララ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 、スベリダイスベリダイってか、スベリダイ、あ、そう英語でランラランラララ、マッチ棒ラララララララ、マッチ棒ラララララララ、マッチ棒え、あらららら、マッチ棒ラララララララ、眉毛ふと、マッチ棒ふと、眉毛ふと、やってきました、はい、せい、はい、ラララララララ、ララ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 ラ自画像出来上がらん、ララ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 、ありがとうございました、すみません、はい、終わりました、ありがとうございます、みんながランラン言ってみんながランラン言ってんのやばいね、きつきついな本当に、いやいやいや、やってもうやりたくない、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 もうやめて、次違う、もうなんかマッキーとかでやろうかな、マッキーとかで、いやもうきついて、いやもうできない、もうできない、もう絶対できない、いやもうできないよ、絶対できないって、もうできない、もうできない、ランララララララン、 M ランララララララン、 U ランラランラランラン、 No ランランララララララン、 Super Relay Super Relay、 Repeat after me、 Say Super Relay、 ジェンジェジェンジェランラン、 モチボWow, wow, 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 wow,
ラン、ジェン、ラ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 ン、マッチ棒、ラン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 、マッチ棒からのあや、あや、はい、せ、ラン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 、ラー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 似てるね、イエーラ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 ーせーラーラーもっと聞かせーラーラーラーはい、終わり。ありがとうございました。いや本当にありがとうございます。いやもう本当に今1位で言い続けていただけることが本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にすいません、もうこんな配信しかできなくて申し訳ない気持ちいっぱいやね、似てる本当にもそうやな、もうね、ゆうくんありがとう。あとご飯だって、あとご飯5分ですね、あと5分。お水飲もう。急に聞いたけどヤバい人だったって。違う、ヤバい人じゃないんです。なんか違うんです。なんか自画像の絵描き歌を作ったらなんか変ななっちゃったんです。すいません、それだけ、ほんとそれだけ。いやもう変な人じゃないんです。また見に来てください、お願いします。めっちゃまともっす、めっちゃ私まともっす、めちゃめちゃまともっす。もうなんかすっごいまともっす。なんかもうパジャマとかちゃんと着るタイプだもん。パジャマとかちゃんと着るし、なんかもうご飯とか作れたりするんですよ普通に本当に普通の人なんです。本当にめっちゃ普通、なんか知れば知るほど普通って言われます。やばいやばい、もうほら変な人って言われちゃった。いやでもちょっと運命な出会いだと思う。また来てください。やばい、まずジンさんありがとう。やばいでバオロンさんが初音で出ちゃったありがとう、見に行ってくれてありがとう。コマさんがなんかこのこれなんだろう、コマさんがなんかとんでもないペンギンと雪だるまの間みたいなギフトもらってよかったのかな。ありがとうね、本当にカジからの重めのメッセージをお送りします。ホズチンさん、キューピッド、ありがとうございます。ありがとう。あ、ちょっと本当にやばい、キューピッドか、吐きそう、なんか吐きそうになってきた。やばい、興奮してた。どうしよう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 。右のハート押しておきました。ありがとう、シューンコップさん、覚えておく。カマキリ、私なんか動物で何に、動物だと何に似てるって言われると、あのカマキリって言います。やばい、メガネメガネメガネさんもうくれてる。やばい、カジの重めのメッセージを受け取ってください。いやなんかすいません、なんかほんとすいません、なんかこんな感じで申し訳ない。やばい、すいません、どうしよう、なんかどうしよう、大水飲む。3分どうしよう、3分こんな水飲んでる場合なんかな。もうカマキリに似てるって言われるんですよ。ジムに通ってるんですけど、ジムの先生が私のことカマキリに似てるって言うんですよ。褒めてるらしいです。ツルちゃんだ、ああ。テテちゃん、あ、ホジロさんだね。あのちょっとあんまり大丈夫かもよ、多分1位だわちょっと待って、あんまり言ったらいけない、すごい油断してる。あのもう大丈夫だわ、あの大丈夫、もうあの多分1だから、もう大丈夫かな。もうあこういうこと言ったらいけないと思うんだけど、多分もうね、あの多分もう大丈夫なんだわ。ごめんなさい、あんまこういうこと言ったらいけないと思うんだけど、あのすいません、あの大丈夫かな、大丈夫じゃないかもしれないんだけど、あの大丈夫どうしよう、あの多分もうあのね、やばいやばいやばい、そんなこと言ったらめっちゃ上着脱ぐね。あんまり言ったらいけないと思うんだけど、あんまり言ったらいけないと思うんだけど、多分1だわ。ちょっと本当にもう大丈夫です、もう大丈夫かもしれない本
もう大ね、もう大丈夫だと思う。みんなごめんごめん、ありがとう。すごい桜が待ってて、やばい、なんかすごい油断してる。でもなんかすごいたくさんもらってしまって、いいのかなってなっちゃって、なんかすごい申し訳ない気持ちだ。私は書き蓋しかしてないんですよ。あ、でもすいませんっていう、なんか申し訳なくて、申し訳ないなって思ってきちゃって、すいません、なんかもう大丈夫かもしれない、もう大丈夫かもしれない。でもどうしよう、マジこんなもらっていいのかな、私なんか、一生恩返せるかなっていう。油断したらダメなんだけど、油断したらダメって分かってんだけど、なんかもったい、すごい、なんかたくさんもらいすぎちゃって、私多分抱えきれなくて、やべ、大丈夫かな、マー君とか大丈夫なんですよ、ごめん、いいの方なんかもらっちゃって、なんか本当に申し訳ない、いいのかな、やばい、ミラーボールで、ラン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 やばい、待って、ちょっと油断してしまった、待って、油断してる場合じゃなかったかもしれない。あ、やばい、うちはこのラララララして、いや、待って、 M しか書いてないんですよ、 M しか書いてない、やばい、手についた、やばい、ちょっと待って、何があってのか分かんない、終わったけど、どうしたのかな、私ただ M 回答終わってしまった、 M 回答終わったね、 M 回答終わることあるっていう、ありがとうございます、皆さん、いいのかな、もらっちまって、ほんとファッチボー大丈夫だ、すいません、なんかもうほんと最後の方私読んでなかったんだけど、なんか私誰か投げたでしょ、どうなったんだろう、全く分かんない、やばい、三四郎タワー、やばくない？本当に、うわ、私まくられたかもしれんって、やばい、うちすっごい今油断してて、なんか申し訳ない気持ちの勝ってしまって、どうなったんだろう、暫定2位だって、やばい、ごめん、本当にごめん、うちのせいやわ、でも完全にうちのせい、申し訳ない、ごめん、ごめん、もう絶対本当にごめん、うちのせいだわ、ごめん、あ、ごめん、本当にごめん、もう完全にこれうちのせいやん、本当にごめんなさい、本当にごめん、なんかまくられた、あ、ごめんね、本当にごめん、申し訳ない、本当に申し訳ない、ごめん、うちが油断したからだ、うちが油断したからだわ、本当にごめんなさい、本当にごめん、でもさ、私さ、あんなに投げていただけることなくて、本当に私あんなに投げ、ここまで投げられたことなくて、申し訳ない、本当に私ちょっとビビってしまったんですよ、あんまり
こういうこと言ったらいけないかもしれないけど、あの今までのイベントで一番ポイントが多くて、そう、どうやってあのお返ししたらいいかなって考えてたところだったの。だからすごい申し訳ない気持ち、いやもう本当にごめん、いやうちが いけないわ、これ本当に申し訳ない、私がラララララと言ってるから本当にごめん、いやでもしやばい、私がマッチ棒とか言ってるからやば、117番投げたんだ最後、やばいやん、やってたからだわ多分。いやでもそっか、最後にもうやるつもりだったんだ。いや私ラン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 ってラン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 ってやってたからだ、もうラン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 ってやんない、もうやばい、えマジか、えごめんごめんごめん、いやでも本当に皆さんの思いを私は全てマッチ棒にしてしまったんだ、やばい、やばー、負けたか負けたか、マジか、やば、嘘でしょ、負けたんか、みんないっぱい応援してくれたのに、待って、めっちゃ悔しいやつじゃん、ありがとうね、でもなんか私楽しかったんだ、すごく楽しくて、どうなったんだろう、一人が58分ぐらいに2万10連、ちょっと電卓使ってみる一回、2万10連だって、地中100,000万、20万、やばいやん、いや逆にだってさ、うちいやだ結局さすごい、もうめちゃめちゃすごかったわけじゃん、ごめんね私の力不足なんだけどね、あれやんけ、あそこでみんなに無料していただいたら困っちゃうから、ラン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 って言っててよかったのかもしれないね、もしかしたら、いやでもここまでみんな頑張ってくれてたからもう、いやなんかラン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 を配信リリースして、それをなんかバズらせて、それでなんか恩返しできるようにしたいな、ラン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 は悪くないか、そっか、そうだよね、マジだってうちらだって強かったもんね、わかんないじゃん、まだっていうことにしとこう、うちらだってまだわかんないもんね、めっちゃ強かったもんね、うちらの桜吹雪、うちらの桜吹雪すごかったもんね、うちらの桜吹雪めっちゃすごかったもんね、ね、うちらの桜吹雪ってめっちゃすごかったもんね、いやマジかっこよかった、マジかっこよかったっていうか、おっとみんなめっちゃかっこよかったもん、マジで本当に、えうちめっちゃかっこよかったって、なんかもうすごかったもん、シャワーぐらい浴びたからこっちは、マッチ棒じゃん、
チ棒、マッチ棒、うちらのマッチ棒、ね、ダメだよなめたらね。めっちゃ楽しかった、こっちめっちゃ楽しかったもんね。うちらめっちゃ楽しかったもんね。もう最高の毎日過ごしたもんね、一緒に。うちらめっちゃすごかったもん。雨降ってるけど、ね、うちら楽しかったもんね。うちらの絆ねすごかったもんね。新しく今日来てくれた人もいたもんね。めっちゃ嬉しかったもんね。新しくだうちめっちゃめっちゃうちら新しい人めっちゃ来てくれたし、なんか今日の出会いめっちゃあったし、うちらめっちゃ友達増えたし、え、うちらめっちゃ強かったもんね。うちらめっちゃ強かったもんね。待って、うちらめっちゃ強かったもんね。うちらめっちゃ強かったもんね。うちらアイドルカテゴリー1位だからね。ほらもういろんな人来てるもん、新しい人。うちらめっちゃマッチ棒持ってっから、めっちゃマッチ棒持ってっから、バーベキューの日マッチ棒でつけるから。すっごい見てる、めっちゃ見られてて、ちょっと見られてる中でこんななんか2位になっちゃった、悔しいって言って申し訳ないけど、すごいうちら楽しかったもんね。やっぱ応援してくれたよね。必ずみんなに返せるように頑張るね。あ、めっちゃいろんな人見に来たし、やばいし、これやばいし、すっごい数の方見に来てくれたし、いや、うちイベントに負けちゃったかもしれないけど、たくさんの方が応援してくれたし、今の新しい出会いいっぱいあったし、もう全員鹿島のファンになってくれるって信じてるし、負けちゃった。顔がやばい。楽しかったもんね。そう、一瞬なんかもう同時視聴1000人ぐらい行ったらしいです。めっちゃ嬉しいですね。え、ほら増えたと思います、多分ですけど、わかんないですけど。負けたでもみんなの愛が、私はすごい愛の強さだったら勝ってただってこんなずっとみんなコメントしてくれるじゃんって、すごい嬉しかったんです。泣くないよ、だってありがとう。絶対また1位になるし、ずっと1位になってやるし、ごめん、待って、本当にありがとうね。みんな顔がカマキリみたいになっちゃう。うん、2節です。負けちゃったかも、いけると思って、私、あ、ちょっともう大丈夫かも、多分1位だからもう大丈夫だよとか言ってる場合じゃなかった。マジでやってしまった。だってなんかもうめっちゃなんか油断した人のなんか典型的なやつだよね。ね、明日1500日記念だし、マリちゃん明日1500日マリちゃん配信記念だし、とはいえそうだよね。そうだってね。やばい、ブーって言った。
次のイベント初回からマッチ棒ってやだな、マッチ棒もやらないやるよ、いつでもやるけどそっか、トップランカーさんでしたもんね。そうですよね、今回がなかったけど違うところでいいことがあるよって、ありがとう。ね、辻さんどうにかこうにかで1位にしてもらうことできないですかね無理っすかなんかどうにかちょっとなんかここがってってなんか1位とかなんないですか、同率1位とか無理っすか、無理っすか、無理っすか、なんかどうやってなんかみたいな、カカカカって言ってなんか一気に向かないみたいな、無理か無理か、無理だ無理だよな無理だビヤビヤそこをなんとかって何なの何なの何ってやってたらやばい、やってしまった完全に、ごめん、うち絶対楽しい、いやこれからもっと楽しい配信を皆さんに届けるので、これからも応援してくださると嬉しいです、本当にありがとうね。そう、ありがとう。ちょっと一人一人、そうね、一人一人こうお礼を言いたいので、また来てねもらえるように頑張ります。明日が1500日記念なんですよ、毎日配信が。で私ジンジャーエールで乾杯するから9時集合で、みんな9時集合で、明日ショールーム9時集合でお願いします。9時、そうや、わあ失踪中なの、ね、めちゃめちゃハニコンかぶっちゃってるんだけど、8時から YouTube の生配信があるんですよ、梶島屋の。でそのまま行きたくって、そう、向こうの1位の人に花束、あ、そうやったん、すいません、戦わせていただけたことが本当に嬉しいです。梶島もトップランカーになれるように頑張るので、どうかまたよろしくお願いします。いつかリベンジさせてください。すいません、なんかこんなも鹿島屋がこんなこと言っても申し訳ないですけど、またいつかリベンジさせていただけるように頑張りますので、ぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございました、勉強になりました、めちゃめちゃ勉強になりました、ありがとうございます。優しい。マッチ棒はいいかな、マッチ棒ちょっともう歌うとこあんまり歌わないとだら歌いすぎて、ちょっとよろしくない、よろしくないかもしれない、よろしくないことはないんだけども、ちょっと、ね、そうやな、いやマッチ棒大丈夫、マッチ棒、マッチ棒ってめちゃめちゃ見られてるよ今配信、すっごいものすごい見られてるの、緊張してるの今、どうしよう。初めての出会いに感謝、鹿島屋です。でなんか最後に会場の特技やっとこっかな、特技、特技、本当の 本業、私の本業をやっとこう。
ありがとう。本当に最後までご覧いただけてとっても嬉しいです。じゃあ最後にねランキング読ませてください。じゃあ壇上の方、聞かせていただきますね。はい、こちらかな、 これかな。はい、いや本当にありがとう、ありがとうがもうありがとうがっていう。コンサートでそのパフォーマンスされるんですか。はい、この花リコーダーは私の特技です。そうなんですよ、歌割りあんまないんですけどリコーダーのパートは結構あります。はい、じゃあちょっとランキング、13位からムサイさんです。ありがとうございます。エイミーさんありがとうございます。11位ケンドキューさんありがとうございます。そして10位ナワさんありがとうございます。そして9位はショウくんです。ありがとう。で8位はメガネメガネメガネさん。そして7位はホジロさんです。で6位はコマさん。そして5位は酒井さんです。そして4位は大木さん、ありがとう。いやこのまず5位4位の方はもうやばいやろな、もう全員やばいんだけど、ここからランキング3位に行きます。ちいちさん3位、2マーク。マークじゃあ本当にありがとう。そして1位はホズチンさんです。ありがとうございます。ありがとう。本当にもう感謝してもしきれないので、これからの配信でお返しできるように頑張ってまいります。どうか本当にありがとう、後ほどカジからのメッセージもお届けいたしますので、ぜひ受け取ってください。そしてランキングとかね関係なく、もうたくさんの方が応援してくれました。私はもう見てます。だってアバター見てください、もう見覚えのある方もいっぱい、そしてもう初めましてなのにずっといる方もいる。はあ、ありがとう。めちゃめちゃ嬉しいです。そんなこの会社の配信にね時間を割いてくださって嬉しいです。家事応援してよかったって思ってもらえるように頑張ります。うん、ありがとうね家事だよ。私は心の底からの負けず嫌いで結構めんどくさい女だったりするんですけど、また挑戦させてください。配信コラスに申し訳ありません。全然メロとメロとメロと全然また来て、また来てくれたら全然いいよ。ありがとう、すごくたくさんの愛をいただけて本当に嬉しかったです。皆さんどうかまた会いに来てください。ありがとう。スクショタイムしよっか。メイク普通やけど、なんか書こう。
あゆくんほぼほぼ何もらって全然よ。めっちゃ見に来てくれたじゃん、ありがとう。嬉しかったよ。よし、じゃあ今回のアバターマッチ棒にしよう。ありがとうございます。じゃあ明日のスケジュール、8時から鹿島、明日大切なお知らせということで、楽しいお知らせです。大切なお知らせが20時から、YouTube の方で配信されます。皆さんぜひご覧ください。私の Twitter とかからリンク飛べるように頑張ります、しておきます。そして、その後ですね、21時からは鹿島明日が毎日配信、1500日記念が始まります。始まりますというか2500日記念になります。21時からがっつり配信させていただきます。ちょっとどうしようかな、なんかいろいろ考えてんだけど、どうしようかな、ちょっと迷い中だけど、ぜひお越しください、よろしくお願いします。そして鹿島が所属しているアップアップガールズ過去に来というグループがあるんですけど、そのグループがただいま春ツアー中ということで、27日には東京の表参道、そして来やすいところだと4月10日には私の凱旋の千葉県、今も千葉県に住んでるんですけど、千葉県なので柏パルーザにて私の凱旋ライブもあります。そう、そしてですね、5月10日には、シングルの、発売も決定してまして、とても素敵なシングルをゲット詰めさせていただいております。あ、ツアーちょっと言いそびれちゃった。あ、他に秋田、あ、間違った、合ってる、秋田、福島、千葉、静岡が残ってるので来てください。そして5月22日には、今の現代生最後の、ライブがあって、私はまだアイドルです、まだ続けますが、卒業されるメンバーがいたりとか、今のアップガニキを全て詰めたライブが5月22日に川崎クラブチッタにて開催されます。こちら本当に気合がもう、気合すぎてもマッチ棒って感じなんだけど、ぜひお越しいただけたら嬉しいなと思います。はい、あ、お仕事なのでまた後で。やるよ、お仕事。あ、やるよ、お仕事じゃない、お知らせやるね。ありがとう、来てくれて。ですね。そして4月29日にはですね、はい、私のソロライブの開催が決定いたしました。カジが趣味で始めたギターがライブになります。バックバンドさんと一緒に、初台座ドワーズにて、やらせていただくライブです。カジソロライブ、めっちゃ不安です。皆さんお越しください。よろしくお願いします。もう超来ていいよ、全然。マッチ棒歌うかもしれないし。来て。待ってます。はい。ということで、こんな感じ。あと、インスタグラムフォローしてください。なんでかっていうと、虚像です、虚像。私、こんなヘラヘラしてるんですけど、インスタグラムだけは、なんか、どれだけ写真加工してもいいって聞いたんですよ。だから、なんか、すごいいい女を装ってるんで、よかったらインスタフォローしてください。ということで、最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。皆さん、また明日もお会いしましょう。本当にありがとう。では、あいさく。以上です。また会いしましょう。バイバイ。またね。本当にありがとう。まあ、たくさんの方が来てくれてるのはこれでわかるね。